サゴイ。来たよ。どうも、バンです。さて、今日はですね、前回の動画の引き続きの動画となります。OpenTXK Propo のですね、実際のですね、受信機とのバインディング、それから各チャンネルの割り当て、このあたりをですね、解説していきたいと思います。まずは、この、一番標準的な待ち受け画面ですね。この、ここ、ランプね、ランプあるんですけども、ここが緑になっている状態で、操作していくということになりますね。右上のこのモデルボタンを長押しします。まずは。はい、そうすると、今ね、デルタという名前を付けた、モデル設定のところに選択肢が来ていますよね。で、この中で、デルタっていう名前を付けてるんですけども、これ、もともとこの TX1 にってやつ買った時にですね、入ってました。で、僕はデルタっていう、型番の受信機を使ってますんで、このデルタっていうひな型の、設定を元に、バインディング、それから、チャンネルの設定を行っていきました。で、それをちょっと思い出しながら解説していきます。まずですね、このグリグリボタンありますよね。グリグリボタンでデルタにまあ合わせて、で、グリグリボタンを、下に押し下げます。おっと違った。そうすると、このデルタっていう、この設定ですね、モデル設定。これのバックアップであるとかコピーとか、ムーブとか、ムーブっていうのはこの上下のことだと思います。の設定をするということなので、ちょっとこれは違いましたね。リターンで戻ります。ここで合わせて、じゃあ、このページの右だったかな。はい。そうすると、デルタの中の設定に入ります。で、ま、デルタって名前が嫌だったら、ちょっとここでね、ま、変えたりすることもできますね。グリグリボタンを押し下げて、で、ここ、今 D にカーソルを合わさってますよね。で、これがですね、ここ今点滅してないですね。ちょっとこれややこしいですね。だから、まあこれで変えて、で押し下げで、あ、次行くんか。押し下げで次。だから、まあまあデルタでいいや、名前ね。で、戻ります。とりあえず戻りました。で、まずバインディングの説明いきますね。バインディングね、だいぶ下の方にあるんですよ。バインディングって一番重要なのに、もっと上の方にしておいてほしいですね。まあ、しゃあないな。このあたりですね。まず、このデルタっていう設定の中なんですけれども、このFR スカイ D っていうこのタイプになってますよね。これがもともと、入ってました。で、ここの中で、さらにサブタイプっていうのがあって、今 D8 ってなってますでしょ？僕の持っている、デルタの受信機はですね、8チャンネル受信機なんで D8 に合わせました。もともとね、これね、D16 とかになってたんかな？これを D8 にしました。で、まあ、この辺はいじってないです。ここです、重要なの。BND。レシーバーの中の BND ですね。ここをね、長押しするんですよ。ぐりぐりボタンを長押し。そうするとですね、バインディング開始になります。プロポがね。で、受信機の方。受信機の方は受信機の説明書に従ってですね、バインディング、つまりペアリングのね、設定をすればいいのかと思いきやですね、僕がとりあえず成功したのは、受信機のフェールセーフボタンを押しながら、受信機の電源ですね、を入れて、でやると、で、しかもこっち側、BND を長押しした状態で、バインディングが成功しました。ちょっともういじりたくないんで、もう、ここ、ちょっとすいませんけど、長押ししません。で、これがバインディングです。はい。でね、
チャンネル設定も、解説しておきます。これどこだったかな、今これね、セットアップのところにいてるじゃないですか。で、ページを送るとですね、どっかにあったぞ。これだ。インプッツ。ここでですね、設定をしていきます。エルロンはエルロン。エレベーターはエレベーター。スロットルはスロットル。ラダーはラダーと。いう風にしたわけですね。で、これから、2号機はですね、オートパイロットモジュールの搭載をしますんで、それの準備もちょっとね、やりつつ、このインプッツの概念をですね、ちゃんと説明していきます。ここですね、受信機じゃない、プロポの、これ、E ボタンにしようかな。E ボタンを、真ん中もしくは手前にしたら、したら、オートパイロット解除っていうふうにしようというふうに思います。その準備のためにですね、まず5ですね、インプッツ5。これに何を割り当てるか、E っていうボタンを割り当てるということにします。で、ここでですね、グリグリボタンを押しますね。そうすると、インプットで何を選ぶかっていうのが出てくるんですよ。インプット、これ空白になってますでしょ、これ。ここを多分長押しだと思います。長押しじゃないや。グリグリボタン押し下げ。そうすると、あ、これインプットの名前か。なるほど。インプットの名前は、じゃあ、オートパイロットだから AP にしようか。これでいいや。で、リターンで戻る。で、ソース。これが多分、ボタン E が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、違うな。あ、これか。エレベーター、スロットル、エルロン。あ、多分これですね。スイッチ A, B, C, D, E。これ、多分これですね。ここね、ここ、棒みたいなのあるじゃないですか。これ、棒のスイッチ。このね、これ、ここのことだと思います。この棒みたいなスイッチの A がここにありますでしょ。で、ここ今、あ、スロットルになったな。ちょっと変わっちゃったね。ソース、インプッツの中にさらにソースという概念があるみたいですね。どこ行った？ソース、マックスじゃない。エレベーターじゃない。エルロンじゃない。あ、これですね。スイッチ、E にしましょう。で、スイッチ、インプッツのこの、このね、この枠、このインプッツのにはいっぱい枠があるわけですよ。で、まあ、6番以降も、まあ、とりあえずまだまだ空いてると。で、オートパイロットの設定ですね、これ。を、この100っていうのは重み付けっていうかね、まあ、とりあえず100でいいですわ。で、これがですね、インプッツの、とりあえず5の枠のところに、この棒のスイッチで、スイッチ E を割り当て、ってます。で、こっから、これだけじゃダメなんですよ。で、どうすんやったっけな。アウトプッツやったかな。このページを送りして。ミックシズです。アウトプッツじゃなかった。で、ここでですね、チャンネル5ってありますでしょ。ここで、押し下げ。はい。ミックスネーム、何にしようかな。オートパイロットにしようか。だから、この辺がちょっとよくわからないんですけども、とりあえず、ミックスが、まあ、アウトプット相当ということなのかな。で、ソースが、ここに、AP ってないかな？さっき合わせた、あー、ないね。どういうことなんだろうな。ここでスイッチ E って結局やるんかな。
まあ、とりあえずこうやっとこうか。で、ウェイトは100でいいですよ、とりあえず。で、まあ、この辺もそのままでいいでしょう。うん、まだまだね、ちょっと使い勝手がね、使い方がね、分かってない部分があります。とりあえず、これで、戻ってみましょう。でね、この辺でね、このグリグリボタン押し下げのな、押し下げ長押しっていうところがね、確かあったんですよ。ここだったかな？あ、これだ。ここもわからなかったんですよ。ね、これ今設定したじゃないですか。チャンネル5のところにね。で、これちょっともう消したいというような時。つまり Windows PC でいうところの右クリックですよ。これに相当するのがですね、グリグリボタン長押し。これでね、例えば、まあ、デリートであったりとかいうことができますね。で、エディット。あ、こっちだったかな。これ、エディットしますでしょ。これだ。で、ミックスネームの、AP は、まあ、名前はこれでいいですよ。ソースもこれでいいですね。あ、これさっきと一緒か。さっきと一緒っぽいですね。結局、エディットっていうのが、ここ、エディットっていうのが、さっきのところと一緒なのかな？あれ？どこ行った？わからんなった。これで多分、チャンネル5を設定できてんのかな？ちょっとね、デルタの受信機持ってきて確認します。一旦カット。はい、どうもです。とりあえず、確認用に、チャンネル1に、エルロンサーボ。そして、チャンネル5の方にですね、確認用にサーボをぶっ込んでみました。さて、はい。プロポのエルロン。これは聞きますね。さて、スイッチ E ですよね。スイッチ E で、このサーバーは動いてくれるのか。さあ来い。来たよ。来ましたよ。ほら。で、このスイッチ、こういうふうにね、向こう側が、まあ、ニュートラル。で、真ん中、手前と。まあ、三段階スイッチのようですね。で、どうやら、この B スイッチ、C スイッチ、F スイッチ、全部三段階スイッチのようです。だから真ん中で、例えば合わせるというようなね、ことも、できるようですけども、オートパイロットモジュールが、これですね、まあ、今はサーボですけども、オートパイロットモジュールがですね、この手前まで来た時にオートパイロットが働くのかどうかって、真ん中の位置でどうなのかってのはちょっとよくわからないんで、さて、これはですね、実際にオートパイロットモジュールをつないでみて実験してみます。まあ、後ほどね。で、まあ、例えばですね、真ん中にした時、このスイッチを真ん中にした時も、オートパイロットモジュールを聞かせたい、カットしたいという風な時ね。すいません、今はねちょっと間違えてました。ニュートラルの位置がオートパイロットをが聞くと、もうこれデフォルトなんですよ。で、オートパイロットを解除するという時はですね、まあ、あの上空でスタント飛行のようなことをやりたいっていうね、この真ん中の状態でどっちなのかと、オートパイロットモジュールの場合はですね、3D モードっていう言い方するんですけども、3D モードオン。つまり何もしない。何もしないのがオンなんですよ。これややこしいですけれども。それがですね、真ん中のところでオンなのかどうかっていうのをですね、まあ、調節していく必要があろうかと思います。まあ、感覚としては、まあそうですね、真ん中っていう概念がオートパイロットにはないんで、これは自分で設定する必要がありますね。そうですね。まあ、こうやった状態、通常の飛行ですね。オートパイロットがオンの状態、ニュートラルな状態がオートパイロットオンの状態です。で、ちょっと違ったな。だから、真ん中ってのはちょっとね、って感じなんで、真ん中は、そうですね、3D モードの、まあ、オフにしようかな。つまり、一番手前までしてしまわないと、3D モードにはならない。
ていう風にしようと思います。そのためにはですね、多分カーブっていうのをね、設定することになると思います。ちょっとだけいじってみます。ここ、グリグリボタン長押し、エディットに入る。ページめくってみようか。アウトプッツ、チャンネル、これか。多分これですね。でもカーブは、カーブも自分で登録すんのか。いろんなカーブがあるのかな？カーブがなんと32まであるやん。普通はこのカーブ32ってやつを選ぶんでしょうね。つまりカーブってのはどういうことか言ったら、こっち側からこっちに移動する量、サーブがぐーってまあ動いていくとして、例えばこういう風にしたらサーブの動きがまた変わってきたりとかね。だから真ん中の時にオンにしたいのかオフにしたいのか、こういうようなカーブをしたかったらですね、真ん中の時にもうすでにオンになっている。ちょっとどっちがどっちか、ちょっとまたじっくり調べますけどね、オートパイロットモジュールをつないでから。こういう風にしたら、こういう風なカーブを書けば、真ん中のところがオフにできたり、オンにできたり、どっちがどっちかわからないですけど、これがカーブの概念なんですよ。というわけで、ちょっとメニュー構造、階層がちょっとまだね、正確には把握できてないですけれども、こういう、まずは概念をつかんで、で、プロポと受信機の設定をね、詰めていくということになりますね。とりあえず、できるのはできたね。はい。で、あんま良くないのが、真ん中の位置がどっちつかず、不安定っていうのが一番良くないですね。どっちかにしておきたいですね。これはオートパイロットモジュールを接続してからね、もう一回調整を詰めていきたいと思います。まあ、とりあえずこんな感じで、チャンネル5ってわけじゃないな。インプットのこの枠に、スイッチの E を割り当てて、で、チャンネル5に、このオートパイロットの設定を割り当てたと。そうすることによって、このスイッチで、このサーボが動く。つまり、オートパイロットモジュールが動かすことができるというね、そういう、まずはちょっと概念の説明をさせていただきました。ちょっとカーブの説明とかね、どっちがどっちとか詳しいことは、また、実際につないでからね、オートパイロットモジュールをつないでから解説していきたいと思います。今日はこのあたりで失礼いたします。ではでは。